あくびに、携帯ピコピコ、当面者の横で堂々読書。国会映像大変縮、松島元法相が読んでいた本とは、豪快にあくびをし、うつらうつらと船を漕ぐ。目を覚ましたかと思えば、携帯電話をピコピコいじり、読書にふける。元法相で、自民党の松島緑衆院議員59の審議中の態度があまりにひどすぎるとして、ネット上で批判が相次いでいる。松島氏は、事務所を通じて、弁解の余地もございません。深く反省しておりますとの謝罪コメントを出した。喫茶店で暇つぶししとるオガハン、税金払いたくない。問題となったのは、2016年3月9日の衆院内務委員会だ。席は、岸田文雄外相58の隣。松島氏の姿は、岸田氏が答弁に立つたび、国会のネット中継のカメラにしっかりと映ることになった。松島氏は、開始直後から眠たそうな表情を浮かべ、5分後にはうとうとし始めた。疲労が溜まっていたのか、朝8時30分という開始時間が早すぎたのか。口を手で隠すこともなく、大きなあくびをすることも何度かあった。起きていても審議内容は上の空。約30分後には、携帯電話を取り出して、ボタンをカタカタカタ。ピンク色のガラケーは、その後もたびたび登場し、よく見えないのか、時折、画面にじっと目を凝らす場面もあった。開始から1時間経った頃には、なんと本を読み始めた。岸田氏が、真横で真剣に答弁しているにもかかわらず、背もたれに寄りかかりながら読書にふける。途中、熟睡状態に陥ったり、ぼーっとしたりすることもあったが、読書タイムは、中継に移っていただけでも20分以上はあったようだ。ネット中継には、うとうとしたり、携帯電話をいじったりする議員は他にも映っていたが、松島氏は、その中でもずば抜けてやりたい放題だった。そのためか、この審議動画は、あまりにひどいとして、ネットにあっという間に拡散。こんな奴らが税金で生活してるかと思うと、本当に払いたくない。やる気ないのは分かりましたので、即刻議員やめてください。喫茶店で暇つぶししとるおばはんか。などと批判が相次いだ。また、周囲が松島氏に注意しないことに対しても、疑問の声が少なくなかった。読んでいたのは、世界最強の女帝 ?13 日には、日刊現代が本人に直撃したが、ネット上の批判について質問すると、知らない。見たことないわと答えたきり、無言を貫いたという15日付紙面より。JCAST ニュースが、18日に取材を申し込むと、松島氏は、国会事務所を通じて、今回の衆議院内務委員会での私の所作につきましては、弁解の余地もございません。深く反省しておりますとコメントした。松島氏は、2014年に法務大臣として初入閣。しかし、選挙区内の祭りで、自身のイラストなどが描かれたうちわを配っていたことが、寄付行為を禁じる公選法に違反するのではないかと野党から追及され、2ヶ月足らずで辞任した。なお、17日放送の白熱ライブ、ビビッと TBS 系では、松島氏が、どんな本を読んでいたのか、映像をもとに独自に分析。16年2月に刊行された文春新書、世界最強の女帝、メルケルの謎、佐藤信之著と見られると結論付けた。コメンテーターの千原ジュニアさん41は、ちょっと恥ずかしいですね。芸人が爆笑王チャップリンになる術みたいのを読んでるみたいなことでしょと、皮肉っていた。